まほー、まほーだよ。はい、隠して徳さん、こんまほです。いらっしゃい。ちょっといつもより早い時間にスタートしました。うん、帝国戦がやりたかった。はい、ここからはみんながいないソロ配信です。このところなんかだいぶ私のソロ配信の頻度が低い気がするから。黒猫さん初見です。黒猫さん、こんまほです。あなたやってるでしょう。セラフさんもこんまほです。いらっしゃい。委員会が近石部長さん、マジマップが全部苦手すぎて対象に上がれん。あー、ちょっとね、格闘には辛い広いマップが多いよね。たまきぽさん、こんまほです。いらっしゃい。さあ、まず機体を入れ替えとかないとね。確定取ったけど。さっきこの編成のまんま帝国戦に出てしまって、2機が使えないという事態に陥りました。ね、ノロさんの方をずっと気にしてたから。言い訳をすると、どうしようかなー。まあ、ネモを入れて、あと1機を326を起こして。博士提督、気流会が近石部長さん、ずっと昇格試験やり続けてる。きついよね。それでも勝ってたね。うん。博士提督、気流会が近石部長さん、かれこれ30試合昇格試験。あれ、大将って S2 回の A 以上1回だっけ。平平平平さん、初見じゃない。はい、平平さん、こんまほです。いらっしゃい。あ、つらいな。気流会が近石部長さん、だよね。もう S2 回って時点で私にはつらいんだけど、無理なんだけど。しかも召喚戦場ででしょ、当然だけど。すごいよ、本当に。長吉 M さん、初戦です。初戦って何、初戦って。長吉さん、こんまほです。いらっしゃい。うん。今度はちゃんと機体を入れ替えたからね。今度は大丈夫のはずだよ。博士提督、気流会が近石部長さん、S2 回取って B だったり、A と S 取って2個目の S 取れなかったり。魔法さんの毎回初見です。ツッコミが箱になりつつある。ちょっとそれがなんかお約束になりつつあるね。さっきあまり私のあれがいつも顔しか見えないからと言われたんで、少し表示を小さくして、ちょっと上の方まで見えるように配置を変えました。あと、実は少しだけ、いつもと衣装が違います。やっぱり VC フェイスの方が落ち着くなぁ。やっぱりね、まあ、最後の階級だから仕方ないけど、やっぱ対象試験は厳しいね。うん、夏仕様？そうそう、夏仕様。まあ、今まで着てたのもね、だいぶ薄着だけど、新しいのもだいぶ薄着ですね。まあ、同じような感じで、向こうの方が装飾が派手だから、向こうの方が実はちょっと衣装的にも豪華なんだけど、いつもの格好の方が。黒猫さん、いつも半袖じゃない？うん、いつも半袖だよ。実はね、そんなに変わらないんだけどね。うん、少しだけ違うんだ。インターフェース出ちゃうけど、ほんとほとんど変わらないんだけど、こちらほら、いつも今までのお洋服がこんな感じで、リボンも同じだからさ、自分で後々気づいた。お腹すいた。あんまり変わんないんだよね。こっちの方がまだ水色っぽい。下半
半身とか、そんなのがあるんだね、うん、下半身とか靴とかはだいぶ違うけど下半身出してないや黒猫さん、リボン色変えた？あ、リボンの色は多分あれ一緒だったと思った、ピンクだと思ったあれ濃い赤だ、濃い赤かピンクかの2パターンなんだけど、ヤシカミなかったら大将アタの人も大将試験沼ってたと思うし、クド勢の人は大変やね。そうだね、うん、KD 勢の人は大変だと思う、本当に本当に今 KD ポイントは少ないし、ね、防衛ポイントも低いし、結構大変で、いろんなところポイント減ってるから意外と稼げないんだよね、いつも通りやると。支援に徹底した方が本当にポイント稼げる。あと5分、あと5分、あと5分。それで今日は10時の帝国までやったら、今さんカレーうどんを白い服で食って無傷だったものですよかったよく走り切るような感じで、黒猫さん、だから重ねレーダー増えるんだよ。あー、そうだね、重ねレーダーが多すぎるんだよね。いや、私も レーダー持ってってここにレーダーを置こうかなと思ったらもう3つぐらい置いたってさ、これ意味あるのってそういうところが何回もあるからね。だからレーダーポットやめよう。レーダーポットよりもリペアポット持ってこう。ポイント稼ぐのは確かにレーダーポットだけど、うん、リペアポット持ってった方がなんか役には立ちそうだから。意外とそう、リペアポットが少ないんだよね、支援機がいっぱいいる割には。昔はもっとひどかったそうだね、うん確かに昔よりはマシなのかもしれないけど、やっぱり重ねレーダーはなんか、うん、見てて私が好きじゃない黒猫さん、機能的コロジ軍拠点にレーダー3つ置いてて縁あるって思った。あー、あるある、それ本当によくある。なんでこんなところにレーダー3つも置いてるかなっていう、3つも4つも置いてあるとえーって思う。本当に昔はミニマップの色が緑色に大きすぎ、それは大きすぎだな。いや、ほんとね、うん、多分まあ何も考えてないんだろうけど、レーダー本当に置くところ悪い。いや、確かにそっちの方が長くレーダー生きるだろうけど、今そこに置く意味あるってところに置く人本当に多い。黒猫さん、逆に根付くところに置かないんだよそうなんだよね。あ、レーダーいっぱいあるけど、そこの端っこのところ空いてないっていう、ネズミルート空いてないっていうのは本当にある。さっきのジャブローなんかでも北側にいっぱいあったけど南に一個もないとかさネズミ通ってくれって言ってるようなもんなんだよね。犬神一文字さん、シェンロンとヘビーアームズの互換性最高長野シエムさん、ね、マップによっては対空砲稼げるかもね、装備セットに用意しておくと。あー、なるほど。さん、支援職人として気をつけるよ。タマさんは結構置く場所わかってるから大丈夫だと思う、本当にうん、そうだね。今さ、意外と迫撃砲が多いからさ、対空砲は意外と稼げるかもしれない。サムネが昨日のやつになってたね。え、嘘？え、サムネ変わってない？うん、せっかく新しく、昨日のやつってあれか、昨日の演習の、演習のっていうか、帝国前のスクリーンショットって。あ、そうだね、うん、昨日、これはね、明日のサムネに使おうと思って。設計図変える機体あったっけ？ステルスレーダーはナイトシーカーかな。ステルス自体はどうなんだろう、今。ステルス機体って私、ナハトぐらいしか思いつかないけど。ステルスレーダーはナイトシーカー。ナハトとかその程度しか思いつかないから、髪の毛が荒ぶるな。
この設定と大丈夫、ゴックさんもいるぜ。ああそうだね、ゴックさんもいる。ちょっと設定ウィンドウが出ます、ごめんなさい。できろ。いやオーダーではいないっぽいかね。うん、そもそもオーダーでステルス機体ってなんだろう。ラマピポさん、ステルス機体扱い。あとはアイザック。あーアイザック、アイザックもステルスなんだ。あーそっか、小さい扱い。小さい扱い様、サンダーボルト扱いか。そうだね、あの辺はステルスか。ジオンばっかりだね連邦にあんまりステルスのイメージがない。本来ステルスがつくはずのナイトシーカーは強襲じゃないしね。カキオタタキさん、エイジスパロー、犬谷一文字さん、ヘビーアームズとかのミサイル撃ちまくる機体好き私もあのミサイル機体好きだから、あんまりガオン今ミサイルが強くないのが残念です。ほんと残念です。ちょっとね、クスイートペネロペには期待してたんだよ。もっとミサイルポットが使える機体があると、まあ、クスイなんか結構ミサイル積んでるけど、ミサイルというブズほんとね、スムルノルカ昔はね、SML 大好きだった。あとヒラタイラヘイベイさん、ミサイル強いとクソゲーになるから。まあね、それはそう。カツオタタキさん、バラマキ機体派、モニターが死ぬ、うん、黒猫さん、ペイネロ撃ち落とせるかな。あーペイネロペイが多分ね、ミサイルの餌食になるんじゃない、ミサイルじゃん、スナイパーの餌食になるんじゃないかなと思ってる。イベント戦後、チーム5というわけで、ようやくここから多分ジュナメスのおやつになると思うよ。うん、私もそう思ってる。ウィニングガンダムっていつ来るん？ウィニングガンダム黒猫さん、魔法いない。チーム5で相手がどこだろう。ウィングガンダムとかその辺は来るかな。相手チーム17。ライトアーマーのミサが良かった。あ、私もライトアーマー大好きだった。ライトアーマーは私の中で珍しく連度が15以上に上がってる機体。S オーダーだけど。あ、セラフさん1個ずれちゃったか。そうそうそう。ずれた。ライトアーマーの。平平平さん、平所のカビ番会所のクスイペイネロペイでストレス押し付けてきそう。ミサイルは DP 削りに使いそうだけど、2連ミサイル？ちょっとね、でも黒猫さん、ペイネロあたり安くて良さそうだな。ヒットボックスがでかいからね。ビームバリアもついてないみたいだし。そうそうそう。早急さん、こんまほ。あ、早急さん、こんまほです。そう、一時ね、Gラインライトアーマーは環境機だったからね。ロングライフルが強すぎるし、ミサイルで追撃入るしっていう、まあ、今のデュラメスに近い状態だったと思う。ミサイルだけで空中点灯取れた時代。そうそうそう。そうなんだよ。はい。黒猫さん、魔法乗ってくれよ。せやねえ。欲しいよ。引いたら使うけどさ。今度はちゃんとテイコスト機体に乗り換えてきたよ。あ、でもトーナメントでみんな使えるよね。ああ、そうか、トーナメントか。ヘビーアームズの弾薬が霊になったら護身用のナイフだけっていうのも好き。あ、そうそうそう。で、エンドレスワルツ版だと配信になっちゃったけど。引いたら出るまで引くでしょ。出るまでは引くかな。お金ください。レアペンは引くまで、買うほど好きな機体ではない。高級さん、
動戦場よろしくお願いいたします。お、総参道戦場味方。まあ総急さんはオーダーだから味方だよね。よろしくお願いします。タマピポさん、出るまでって言ってハロチケ引くんだよ。正直今ハロチケの方が欲しい。カメラがついてるクシーペイネロペイか。やばい。インガミ一文字さん、敗者たちの栄光だと思ってるんだけどね。うん、そうそうそう。初期版ね、追加でナイフついてるね。黒猫さん、カメラガンに気をつけるんだな。怖い怖い。そう、目立つからね、あの空中形態は。本当に眼音だと的になるんじゃないかっていうのが本当に怖い。実際どうか、ね、どうなるかは戦場に出てみないとわからないけど。まあ、常時拠点ダメージ低下はいい案だと思うな。さあ、帝国戦頑張っていきましょう。うん、すごく重い。なる戦いの第一歩は諸君らの勇気ある行動にかかっている。初動に出遅れたもん。指揮官から指示が届きました。順調に任務遂行中です。初動に出遅れたから脇から殴られ始めた。で脇で味方を守る。守れない。あれ、初動突組も全滅してない。逆に A 殴られてるもん。さあバスターガンダム参りましょう。ちょっと初動面食らったけど、なんとか巻き返してきたのかな。でもポイントは同じか。初動で X 割れた。ええー、テラフさんだから割った方だからいいか。すごいな。初動突が刺さったんだ。今日コンテナどうだったっけ。リコちゃんとかとやってる時にちゃんと見てなかったけど。とりあえず帝国戦中は目の前に集中しようかな。今のところ何もやってない魔法でございます。タマピコさん、しょぼん。後でね、後でね。帝国戦の時は余裕が余裕が余裕がない。拾いに行くか。分かった。タマさんにそう言われてしまったら仕方がない。コンテナを拾いに行こう。
なんだよね、実際。今、金さばけしてるから。美勝ちしたよ。ありがとう、タマさん。身体生きていたのか。先行挨拶、先行ありがとうで逃げ場をなくそうと思ったのに行かれてしまった。あれ、私のこれ N 型だっけな。すっごい弾数多いけど、あれ N 型だっけ。こんなに打てるんだな。下がろう。なんだかすごくこのネモの生存性が高い。最後に出会えるのもこのネモの今の運のいいところだな。犬神一文字さん、魔法だけを殺す機会かよ。
そう、今のうちに X とつの人たちが頑張ってる。あ、ついにやられた。ここはバスターで。終わられてしまった。便乗できるといいな。全軍撤退とか言った方がいいんじゃないかな。拠点をいただきました。敵のミノスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。に到達されてるかな。前に出てきれないな。でも根も回る。
犬神一文字さん、またグレイズリッターで集まりたいな。うん、あれ昨日のあれは本当に面白かった。私もグレイズリッター持ってるかな、よかったんだけど。攻めきれないな。敵もカウンターかな、これは。リッターじゃないグレイズがようやくだからな。犬神一文字さん、帝国始まっても足しばらく笑ってた。いや、あれは本当にいい。あれは本当に面白い。いや、昨日本当にね、あれは履歴に残らないから、ちゃんとスクリーンショット撮っとかないとなと思って。多分まあ、YouTube の方はもう、今日クリックするときに、サムネ見てると思うんですけど、ぜひ、サムネで一文字さんと、はい、よね、と、セラフさんを見てください。昨日の帝国前に二人です。グレイズリッターで並んでた写真をサムネに使わせていただきました。それでも間に合うね。もうおめでとう。でもヘラフさん、いきなり割ったって言ったもんね。南で格も決まって。すごい、もうボロボロじゃない相手。このルール、相手も低コストだから、どんなに倒しても拠点の防衛はしてる。本当、それは相手並みだね。最後もう一回だけバスター出れるかな。心配しないで、修理は任せてください。積極的に仕掛けろ。敵を私に近づけるな。まんまと柵にはまりおったら、これらの傷をすぐ修復できる。うまく当てらんないな、やっぱり私に。ゲロビア、ゲロビ派出てるだけで威嚇になる。うん、
さん。犬神一文字さん、スパロポって今どこまであるんだろう。今は、PS4 の、の3部作が終わったところまでかな。うん。車線がね、やっぱり読まれちゃうからね。ゲロビより操作がガバガバじゃねえか。そらそうだ。言われてしまった。犬神一文字さん、ほえー。今年がスパロボが30周年。あ、ゼルさん、こんばんはです。いらっしゃい。一文字さん。ジェさん、帝国負けた。あー、残念です。今、最終盤です。負けた。あー、残念です。え、あ、嘘。平平平平さん。よってクソゲーのことを忘れないであげてくださいね。今は一文字さん、スパロポ、負けた。マンガ、オーバリ、ウッパ頭が。さ、最後の最後で負けた。うそー。最後の拠点、ネズミがいたのかな。抜かれた。T に流れた。コンマホ初見です。うるるさん、コンマホです。いつもありがとうございます。人突破、犬神一文字さん、結構前だけどね、120人突破したの。これ脇から A に行った。うん、脇から A だと思う。え、弾空があってスパロボが原作だったんですか。違うよ。玉ピポさん、勝った。勝った人おめでとうございます。負けた人残念ですけど、まあ少しは変わらない。ピピック。あれがまだプラモ買ってないんだよね。モデロイドのやつ、ピピミ。え、鳥の人、それハネオですがよくわからないですね。犬神一文字さん、ボブネ、ボブネ。ね、ピピミの、ピピミのプラモは出てるから。犬神一文字さん、ミミミ。ダンクーがね、うん、ちゃんと私、全部見てるよ。テレビシリーズも、OVA も、ノバも見てる。マップ切り替え使う人少なすぎて辛い。結構ね、私もうまく使えてないから人のこと言えないんだけどさ。うん、使わない人多いよね。というわけで、10時帝国まで通常戦いきまーす。まずデッキを入れ替えよう。メモの金図が欲しいな。ほんとメモが好きなんだけど、一文字さんがピコピコしてる。一文字さん、招待いらっしゃいです。グレイズが悩むな。帝国を奪ってるので、帝国以外は今張り目してます。ああ、なるほど。演習ジャブローウェイでグレイズリッターで集合。ぜひ持ってる人、言ってあげてください。でもそれ、帝国以外だ。私も持ってないんだよ。はい、というわけで、参戦ですね。博士提督、奇遊会ガチ恋支部長さん、もう今週何に乗ればいいかわからん。犬神一文字さん、セラフさん、乗り遅れた。とりあえず、もう1回目出撃しちゃいました。置いてかれちゃったっぽいね、ごめんね。犬神一文字さん、マーズさん置いてかれてない、うん、ちょっと置いてかれちゃったっぽい。わら。いや、まさかのね、マッチング早かった。
眼鏡初期型のいやらしさがとてもいいですよ帝国。そうなんだ。しょぼーん。玉クポさん、ミニマップで拠点殴られてるの知って矢印 B と言って拠点破壊矢印間に合わず崩壊するのが最近見るのが多い気がする。多い気がしない。ジェスタキャノン派やっぱり強いですね。あ、ジェスタキャノン良さそうだよね。うん、それは思った。はい、というわけで北極ですね。私ここあんま得意じゃないんだけど。マシロ、クラノさん、マル、チラ。マシロさんいらっしゃい、こんばんはです。あの、マシロさんの実は昼間ちょこっとだけ見てた。コメントしなかったけど。も会場違いの北極。ちょうどお昼終わったぐらいで、あれ、残りワンパーティーかなんかの時で負けちゃったやつ。あ、会場違い、こっちじゃない。むしろ、クラノさん、して、お願いだからコメントして、わらわら。ごめん、ちょっとしか見れないからと思って、その後出かけなきゃいけなかったから、ちょっとしか見れないからと思って、コメントしなかった。ね、北極、水辺なくなっちゃったよね、ここはね。カツオたたきさん、コメントしてあげてよ。私もしてなかったけど。してなかった。玉木ぽさん、昨日初見でお邪魔しました。ほんとね、ほんとちょっとしか見れないなと思って、そういう時は存在を消してる。おじさん、チャットちょっと見えてない？見えてる。あー、いつもよりもあのこの顔の位置が低いね。少し上に上げなきゃ。どうしようかな。初動ニューガンダム。初動バンシーでいこう。クラノさん、タマキポさん、初めて見た気がしなかったのはやはりマホさんか。タマさんはどこにでも現れる。多分ね、私の配信見てる人結構いろんなところに出没してるんじゃないかな。マシロ、クラノさん、そのパターン派もうまほさんかりこさんだと思うようにしてる。盛んが一番混沌としてて。まあそうですね、盛んが一番混沌としてるかもしれない。順位低いなと思うんだけど、結構ポイント稼いでる人は。無言進行で楽しいですよ。すごいね、あのポイント稼いでる。そう、無言進行多いよね。アサルトアーマー？ G ラインアサルトアーマー生きていたのかみたいな。あれ？なんで俺こっちのデスとかスギンズ持ってるんだ？え？ネズミが止めらんない。他は取られ、ネズミには抜かれ、散々です。カツオたたきさん、生き割れ。マシロ、クラノさん、結局環境気派どれと燃料を投下してみる。これは作っちゃうんだな。これが今のところ環境気なんだろう。相変わらずニューガンダムは使えると思うけど。はい、みんなの意見。イエイコアブレイカー。プレイカー。はい、みんな的に使える機体。キマリス1票。私は、まあ、使い勝手の意味ではニューガンダム。フリーダム使える。犬神一文字さん、バルバトス系統、ハンブラビ、ストカス。確かにストライカーカスタムはよく聞く。ハンブラビもそうか。赤枠。
もうレッドフレーム新しい意見が来た。もうあのみんなバラバラになってますけど、おおむね格闘技かな。平平平平さん、グレイズアインとロクバトスが頂上決戦してる鉄血世界最終話だ。うん、多分ネイロ、クラノさん、バラバラ、わらわら。多分ね、グレイズアインなんかは強いと思う。ブルーフレームが来たね。わわわ、嘘嘘嘘嘘。シートツされてる。あ、嘘。シー割られる。シー割れた。いや、間に合わないな、これ。あー、C ダメ、C 割れた。うっそー、いかんと混ざると楽しいけど。でも今のイカン、オンリーが一番無言が多い。今のイカンってさ、意外とあの復帰者が混じってるからまともに動く感じがするんだけど、サカンの方がなんかね、なんて言ったらいいんだろう、でも階級上げたいんだろうな、必死さがあるんだけど、それが自分の KD ばっかりなんだよね。タマクポさん、一番ハクロボン開会かな。おクロスボーン開会。みんな結構格闘技だね。あからさまな昔の有名人がいて笑う。今も昔もマイナー人です。よいしょ。ザンライフ1111。今の大将みたいなサブがいて、すごいトントンとしてるね。どっちも初動突という。今日から俺もストカスでネズミ始めるからよ。頑張れ。でも本当ね、今はそんなにどれだっていう環境が入ると楽しい戦場になりますよ。これだっていうね、環境機はないと思う。抜けてきてないかな。抜けてきたかなと思ってそこに置いたけど、まだ抜けてないか。黒猫さん、魔法？はい。ゲージ溜まってないよ。本当ね。だって光線距離に来ないんだもん。もっとね、押し込まれてくれれば光線距離になるんだけど。ってバレるよ。本当だよ、レイキルなんだよ。いや、別にキル数隠さないもん。うん、やられた。初動ニューガンダムの方がよかった。平平平さん、カビバンの聖地的コロを引け。本当、敵コロだとあっという間に上がるのに。黒猫さん、カビバン、レイキル終了。本当だよ。犬神一文字さん、ラーメンですね、ありがとうございます。ラーメンにはなってないんだけどな、私は。
犬神一文字さん、わしラーメン。残念。しょ。ジェさん、乳がんのグア発よない？あ、強い。本当に強いと思う。これ M だけど、H の方がいいか、良かったかなと思ってる今。N も H も F も強化はしてあるんだ。まあいろいろ使ってみてるところだけど。やっぱ H が一番使い勝手いいかな。ただね、N 型も召喚で痛いという左官派もいなさそうです。おー、でも結構簡単でしょ。 B 種なら H でそれ以外なら N かな。ジェさん、他の機体のグアハよりロックが高い。あ、うんうん、それはある。ほんとよく当たるんだよね。ニューガンダムどっちもよく当たるような気がする。混沌としてるのは多分召喚で疲れた方では笑うん、割と召喚で疲れた方いるね。平たいは平米さん、召喚に行きたくない左官です。昨日も味方にあれこの人大将じゃなかったっけって人いたし。この人有名人で召喚だと大将だったと思ったんだけどなーって人いた。お前間に合わない。あ、びっくー、切られた。ウルバノス、赤いヒルドロブ。やばい、10分を待たずして負けそう。タマスポさん、え、僕歩く棺桶が笑そんな中、癒しの。あ、B が。これ B 防衛間に合わないでしょ、絶対。っていうか A も防衛間に合ってない。やばい、上がるどころか下がる。でもあのシーカー使わないで CD 回ってるし。
アーズさんがもう待ってる。ちなみに私の方のニューガンダムは、犬神一文字さん、チャットでせっかく増えた人口減るぞって言われてるし。私の今 M、こういう M 型持ってて、一応 H 型も強化はしてるんだけど、まあ気持ちはわからんでもないけど、まあ、で、リベの方は気持ちよく勝ってるからね。コンマホ眼音から逃げることは許されてるよね。マハさん、コンマホです。いらっしゃい。タマさん、大丈夫？眼音から逃げるなって。初見かも。ゼロさん、初見じゃないけど、コンマホです。初見出遅れは、デコもヘボだから支援使わない限り盛んに居座れる優しい世界。一文字さん、何だこのデッキ。チモンジさんのデッキ？チモンジさんのデッキ、いつもすごいような気がするけど。あら、カラミティ6号機。サルターマン。できてたんすね。5月14日さん、ガンオンできてない、やばいよやばいよ。ペンネロペが来るぞ。水曜日にペンネロペが来るぞ。ペーネロペーまでに復帰してもらったビームシュ。ああ、しまった。ここが帝国戦装備だった。あっぶなーい。どうりで、もう一個のミッションユニットがレベル1しか。まずい、間に合わねえ。うん、帝国戦来るよ。ペーネロペー来るよ。薬も来るよ。15秒間だっけ？完全飛行だぞ。ゼロで派遣取れるかって話ですよ。まあ、無理かな。犬神一文字さん、6号機強化し直してなのに、機体セットでイベ用作っといた方がいいよ。そうだね。うん、そうだね。ほんとそう。そうすればよかった。平平平さん、ペイネロペイよりリライトチケの内容のが気になる。ああ、確かに。リライトチケでね、なんかいいものが弾けるといいな。龍馬課長さん、空飛ぶ的がやってくる。それね。5月14日さん、ペイネロ微妙なの？ね。ジェさん、魔法と同じ戦場になった味方。あ、黒猫さん。ジェノさん、よろしくお願いします。チームに打っちゃった。チームじゃない。ルームに打った。黒猫さん、はぁ、敵コロふざけるな。空中浮遊できる護身体みたいな感じ。言えて妙な。うん、野呂くんも真白さんもこっちでね、あれなんだよね、やってなかったけど、あれ、エッサバしかいないから違うな。あれ、キャラクター名なんだったっけ、後で調べとこう。5月14日さん、それでも私は諦めない、脆い。脆いんだ。さあ、ここなら。犬神一文字さん、バカ野郎、弱くても使いこなすのが愛だろ。そうだね、ほんとそれ、それはそう。好きなモビルスーツはそうしてほしいかな。うん、まあ、それでは、まあ、でも私好きなモビルスーツを諦めてないから。強い機体が好きなんだよ。身も蓋もない。まだちょっとね、環境機が定まんないから何とも言えないけど。黒猫さん、玉ねぎくんに決めた。玉ねぎね、でも悪くはないとは思うけど、まあ、強くはないけど。好きな機体が出てないんだよ。それは泣ける。好きな機体出てるけどな。ストカスの美人だ。お、頑張れ。5月14日さん、ご神体ともさよならしたってのに、ペイネロともさよならしろってか。イカれてるぜ。犬神一文字さん、異端者だ、殺せ。ペイネロペはね、生放送見る限りは、FA ライフルと、ジェさん、スタ
好きな機体がみんなから弱い弱い言われてて悲しいです。でもジェノさん頑張ってるから、本当に毎週専用機撮ってるのすごい。5月14日さん、最高コスト？はい、400コスト機です。ペヌルペも薬も400コスト機、ミノスキーフライトによるクラフトか、クラフトによる完全飛行、15秒間かな、で、あれビームコーティング持ちなんだっけ一応。ゼロさん、個人予想、調整間に合ってなかったっぽいからペネロクシーがアルデのみで出る先行配布だと思う。5月14日さん、知ってた？あー、それもあれ、どうなんだろうね。先行、あ、でも武装パターンも一応解説出てるんだし、ファンネルミサイルはただのミサイルと、二連バズーカーの選択式選択式じゃないけど。5月14日さん、放送見てくる？うん、ちょっと見とくといいかもしれない。平平平平さん、好きな機体はあるけど好きな動きが実装されてない問題。あ、それはまた、ね、判断に悩むところ来たね。ベネクス博宇宙静止できるのに、V にはできないんだぜ。で、ミノスキードライブの方が上位のはずなのに。ジェノさんが爆散したのは見えたな、今な。うそ。ゼロさん、乳がんのなんちゃってファンネルを超えてくるとは予想外。ほんとそれ。早く黒歴史ターンへ実装しろ。サービス終わってしまう。黒猫さん、吉邪魔者は消えた。せっかくここは聞けたのに、まさかのドドルザクが降ってきて終わってしまった。私の番心に活躍の番を。この状態で A が殴られるか。あ、やられた。プロビデンスにやられた。ゼロさん、もうマイトがいいんだそうぜ。暴走。ガンダムですらない。押されまくってるね。じゃあブラックサレナ出しましょうよ。だからガンダムじゃない。じゃあ勇者王でおなしゃす。ジェさん、私の男子って聞こえた。姫プレイをご所望で。博士提督、気流会が地恋支部長。さん、カビバンシー早く弱体過去ねえかな、特に地雷。カツオタカキさん、地雷は強すぎる、本当に。ホームでいいよ。私はね、地雷が弱体化してもライフルとグレレートでいいと思う。レクゾプレイも全然違う。3枚使って、3枚使って。が入ってるから親戚。ひゃあひゃあひゃあ。危ない。ありがとう。犬神一文字さん、ガンバスター実装はよ。ガンは入ってるけど。平平平平ガンまで入ってるけど。アルトアイゼンちょうだい。じゃあブアルブレイブでもいいですよ。博士提督、キリン会社と小石部長。さん、あれにパツクラウト書くよりダメージ高いんだぜ、笑えるだろう。うん。あれ誰だっけ、エキドラさんの動画だっけ、アトミックあれ、よかった、受けた。イデオンっていうジムがいてな。ジム神様はちょっと。じゃあ、エクスバインがいい。キュッキュバイン、マックス3じゃないところが良心。
サンライズということでラブライブでもいいですよ。ゼロさん、私は喜ぶ。じゃあイデオンで。ゼロさん、腕回復やってたけどゼロさんがちょっとから。イグゼクスでもか。ジェさん、盾を回復したかった。なるほど、シールドは私は回復できなかった。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ戦うと。平平平平さん、最終兵器ポプテピピックでいいよ。博士帝国、ピピミあるからな。ガチ恋支部長さん、お願いだから格闘触れるマップくれ。ほんとね、格闘機は結構その週その週のあれがあるよね。ジェさん、グワードズル特攻。うわぁ、私もそれでバンシーを失いました。レクリエイターズのロボットでもいいよ。もう、もはやガンダムオンラインではなく別のも、何オンラインか分かんなくなってる。受けるんだよな、やっぱり。私はドズル格闘でバンシーを失いました。ほんとそれ、うわ、カメラが見えない状態での、あー、キュベレーじゃなくてその後ろにいた。ジオか、ジオがいたのか。交通ジオ、黒猫さん、かわいそうですね。あ、ここにいたこの人がいると私ポイント稼げないなと思ってた。あの、クマさんも一緒に亡くなったのね。私と一緒にその命を燃やしたのね。博士提督、気流会ガチ恋支部長さん、キマリスとグレイズアインでサトルキュベ失いました。弱体化早くして。黒猫さん、まあ俺の土着がやったんですけどね。カーナーシーミーの犬神一文字さん、うん、発売シーンでマックスいった。あ、おめでとう。よいしょ。そこからがバンシーの本領。このセクションチケットで期待強化万歳。うん、本当ね、強化率が高くて。ただ80までは行かない模様。平平平平さん、ただ80は行ったらすごい。ビギナー絶滅したね。そうだね、ビギナー2は本当に見なくなった。ジェさん、来週毎日30枚もらえるんでしょ？やばない？ね。80目指せるよ、今度は、本当に。あ、でも生きてる。完成で生きてた。よかった。平平平平さん、バイパス課金して上がる開発率の強化ってどんなものなの？飛乳叩き直して79だった、わら。すごい。これ何パーセント上がるんだっけ？
見ればわかるかな。私はパイロットパス買ってるけど。ゼロ三、リアルで欲しい。3%。3% か、そうか。今 23% だと思ったから、そうだね。ひっく、わら。マスチケ1枚で今なら100%だから。敵対連動上げてればさらに 3%。 うん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 。平平平平さん、しょぼい。しょぼくない？正直しょぼい。まあおまけ程度かなと思ってね。違う敵に合わないな。もう上かみんな。アドブアンス期待だと 10%。 うんうんうん。指揮官から指示が届きました。はっきりレーダー音鳴ってるからここにいるのバレてるよ。X に買い替えよう。だから今ガンエイジ叩くと 36% ダブル。来ると思わなかったから。やれってことですね。犬神一文字さん、二重の極み。ああ。今度こそは成し遂げたい番士。AT は寝ずに殴られた。でも割と攻めてるのにうまいとこいかない。敵さんも素敵さんだな。危なくなる前に修理しろよ。敵をしゃぶられてるのかなと思えばそうでもないんだな。まだ敵来てるんだ。犬神一文字さん、核来てる。あ、うん、核来てる。待って、これ B、核止める人いない。核止まってるよね。で、北も結構まずいかな。ジェさん、全部押されてるやん。ほんとそれ。もう少しごゆるりとなさいませ。まだマックスまで行ってないから弱いんだよ。やっこののソンさん、こんまほさんです。あ、やっこさん、こんまほです。いらっしゃい。ちょっと今ひどいことになってるよ。追撃戦だったらどうしても弱いからな。
犬神一文字さん、龍馬さん順位高いですね。おお。ああ、ダメだ。頑張れジェノさん。龍馬課長さん、結構苦戦してます。わら。かなり苦戦してる。やっぱコンカスとも序盤済みじゃねえと疾風陣雷波ブースト足りねえからよ。ああ。他の人には近くに行ってもらうだけでいいんだ。コンカス4だけど使ってて結構減るよね。やっぱりそうなんだね。5欲しいんだ。理解できないうちにやられるのは大体ドズルザク。ゼロさん、なんで死んだか理解できぬまま落ちてゆけ。すごく拷問。玉木ぽさん、中佐に落ちそう、わら。私は小佐に落ちそうだよ、今。ずっと中佐で暮らせそうです。ダニスアベル持ちだと。え？博士提督、義勇会ガチ恋支部長さん、左官派織田弱いの？どうだろう。なんか負けてるね。勝てない。そんな気がする。弱かったです。なんか勝てないね。織田が弱い。まあでもメンテ明けから全部勝ちましたよ。おお、まあ巡りが悪いのかなとは思ってるけど。玉木子さん、なんだろう、強い人派そそくさと順勝いくからだと思うよ。まあそうかもしれないね。ポイントは多分ね、ヤッコノの孫さん、
帝国派織田強いのにね。うん、帝国はすごい織田が強い。さっき負けたけど。帝国派織田に戻るからね。ダメだやっぱ。残念。犬神一文字さん、リーダー。おー、すごい。犬神一文字さん、すごい。30位だね。277ポイント。低いなぁ。ジェさん、魔法に似た名前の人がいた。え、相手に？こっちに？あの、ジェノさんの後ろに私はいたけど。ジェコさん、はまた免除かよ。1くらいの人根ずってる？あ、じゃないかなぁ。拠点4万8000ダメージだし。ジェさん、味方。味方に私みたいな名前の人？荷物で伸ばしてる人は粉雪さんがいるけど。出てん。猫さんに似た名前の人がいるね。猫さんって人がいる。ジェさん、マッコイって人。マシカってなくない？うん、確かに言うけど。それを避け、笑。マッコリかな。犬神一文字さん、トイレ。はい、いらっしゃい。博士提督、義勇会ガチ恋支部長。3、リベの対象まだ120人ぐらいしかいない。まだ それぐらいなんだ。まだ少ないね。タマクポさん、各運搬の人たちが上に行っちゃうし、代理できる優秀な方たちも上に行くから悲しいほど盛ん弱くなるかもしれない。個人の意見です。なるほど。ジェノさん、うらー、チェーンマインクラッター。誰かに叩いてもらって、早く落としてもらって。じゃあ俺は盛んのぬるま湯でのんのん日和やるからよ。今意外と動きがはっきりしないから意外と辛いかもしれない。渦が爆風とかで消えたるしてなかったっけ。そう、あの殴られたりすると味方のあれ相手に殴られたりすると消えるみたいだね。あとはあの味方が起爆する前にあの巻いた本人を倒してくれれば確か大丈夫のはず。はい、セラフさんいらっしゃい。まさかのね、このマップで活躍ができなかった。黒猫さん、今後祈るか。犬神一文字さん、ただいまです。あ、帰りなさい。お、セラフさんは少々か。さあ早く招待予約を。行くかい？召喚戦場、うん、行く。この後のこの今あれの後見てないから、どうぞ気にしないので、どんどん上に連れてってくれるならついていきます。というわけで、メンテが初めてかな。あれ、誰かに連れてってもらったっけ。連れてってもらってないような気がするな。の召喚戦場です。頑張ります。犬神一文字さん、ジャブロー行ってきます。はい、頑張って。あれか、そしてジャブローに03、一旦持っていける人は召喚戦場、実は初、わら。あ、そうなんだ。あ、大将から落ちてそのままっていうこと、そのキャラクターが。犬神一文字さん、昨日の場所で待ってますね。リッターそうリッター遊びをやってるみたいなので、
でも帝国戦前の方がいいんじゃないかな。その方が人集まるよ。犬神一文字さん、確かに。帝国戦だとね、あのコストね、あの安くして入れてる人いるだろうから。サスマホかな。サスマホって。私がいけないよ。なるほど。犬神一文字さん、帝国戦待ちで待つか。うんうん、その方がいいんじゃないかな。今私すごい動きしたな。アクションが大きくなったとき、髪の毛がどうしても邪魔をする。犬神さん、笑。同じ戦場でした。お、戦場、猫さんと戦場かぶってた。戦闘開始までしばらくお待ちください。あ、召喚戦場、これはインダストリアルセブン。機体はどうしようかな。メモで行こうかな。猫神さんが5位にいたから。同じ戦場だったんだね。神様になってる。犬神一文字さん、この小型機パーティー笑いでいきます。うん、一文字さんは私同様階級が低い。黒猫さん、魔法待て。はい。待てと言われても、あ、シェリーさんもいるね。フリーダムっていけるの？私フリーダムでもメンテク強化してないや、乗れないと思ってたから。後でフリーダムもちょっといじり直そうかな。フリーダム、うん、自由75になった。黒猫さん、魔法どこ行く？どうしようかなって。豊森さん。あ、豊森さん、こんばんはです。豊森さん。ちょっと、後ずさりしてかない。なんで後ずさりしてるの。無限ブースト派強いけど、うん、なんかね、代理の人がフリーダムとキマリス多めにって言ってるんだけど、キマリスは持ってないよ。犬神一文字さん、帰りの人を来たんだけど。痛いだね。ゲロビが短い。うん。私もそのゲロビが当てられる気がしないんだけど、どうなんだろうね。まあ、気にせずニューガンダムで出ちゃうんだな、これが。ゼロさん、いつの時代かな。富山里さん、金ピカ怖い。ね、金ピカマップ初めてなんだけど、怖いんだけど。短式の距離の半分程度しかないと思いますけど。そんなに短いんだ。あ、またブースター切らした。はい、C と A にくっつくらってますね。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。指揮官から指示が届きました。
後ろからプロビに撃たれた。たまぴぽさん、ハロチケ欲しい。私も欲しい。じゃあ私も欲しい。みんな欲しい。ジェさん、ハロチケ欲しいけど S サバでは何もらうか悩む。タマピコさん、F 小田で来ないかな、悪魔と交換するから。うわ、私もクマ、確かにクマが欲しい。ピックアップ、もしピックアップでクマが来られたら、くすい、あのペネロペよりも先に引いてしまうかもしれない。あ、綺麗にかわしてくるな。ゼロさん、ハロチケが欲しいか。ハロチ探せ、この世のどこかに置いてた。置いてピース。タマピポさん、S オダハ昨日ハロチケ出たから、 S オダハクマさんと交換したんだよな。うん、いや本当クマさんありがと思うんだよね。富山里さん、ガンオンできるほどの休みが欲しい。切実、切実。それは龍馬課長さん、ただの忘れ物わら。その浮いてきたハロチケ派、使用期限大丈夫ですか。3ヶ月前だ。3ヶ月だっけ、3週間だっけ。修理します、ありがとう。確かにハロチケには期限があった。ゼロさん、10年前ですね。ダメじゃない。前もハロチケの時は失敗したと思いましたね。うん、玉川さん、30日間じゃなかったっけ。30日か、3がついた気がしたってのを覚えた。富山さん、サビ残100時間と引き換えでもハロチケ欲しいとは思いませんか。サビ残100時間はまずい。それは老気に言ってもらって。アクアランチエクシアがチケット入りする前に期間を迎えるようにもらってしまったので。あー、なるほど、確かにそれは失敗したってなる。いや、ダメか今回は。そこまでなので。ゼロさん、リアルマネーが絡んだものくらい期間長くしろよな。確かにね。今まで私がハロチケで交換したものってなんだろうな。ユニコーンとか出る前にしか引いたことがない気がするんだよな。V2 のキンズ持ってるんだけど。おお、悪くないよ V2。 よくもないかもしれないけど、よくも悪くも普通。ゼロさん、ハロチケ派聖戦宿品2個欲しいかって言われると。ああ、そういうことか。確かに結構プロビデンス裏にはいるな。上手い人が乗れば使えるのかな。出撃する地点を選んでください。さて、何しよっかな。
廃乳の金図持ってて、設計図の金図もあって。うん。2個目を作る気が起きないという。ああ。エチコンケさん、お友達帰ったの。あ、うん、お友達帰ったの。6時半までみんなでやってたのは。ゼロさん、私のデッキにギナにありますよ。ああ、ちょっとギナ2まだ使ってるのね。どう？実際ビーム層立てづらくなっちゃった。今上一文字さん、プロビと自由使える。うんうんうん。今は一人でやってます。本当は昼間にみんなでやる予定なんてなかったんだけどなんか集まってきてやることになりました。無限ブーストが普通にユニークなので、たまこさん、また落ちた。え、そう、やぶえ、ラーメン、わら。いやあれ、扱いやすいですよ。うんうんうん、なるほどね。まあ、今までみたいにあんなガンガンキル取っていくわけじゃなくて、ないとしても普通にあれか。いや、私がまだあ、間違えた、シュレシュレ、ありがとうございました私がまだゲロビの当て方を知らなかった時のフリーダムの使い方が。340波になったというだけで。うんうんうん。なんか普通にビームライフルとかで運用するにはいいのね。まあ、ゲロビ自体もそんなに弱くはないのか。提督、義勇会ガチ恋支部長さん、クドでポイント取れないのつらすぎ。それは、ほんとそう。いや、私上手くないから、もともと KD でポイント取れないけど、ないかも。ゼロさん、無強化なら至近距離でも外す。強化とモジュールでそこそこ使えるけど、横の動きについてかない。なるほどね。ゼロさん、アンカー使いこなす人なら強いと思うなるほど。たまきぽさん、閉じれないんだけど、今のところプロビを外す予定はないですね。うんうんうん。なるほどなるほど。じゃあ思ったよりもプロビもフリーダムもまだ使えるんだ。じゃあちょっと武装叩き直しとかなきゃダメだな。ことあるあると出る派試されました。あ、強制終了だね。ロビーの歯、ラッコ認定されたからゲージ貯めやすい。あー、タマクポさん、これ歯ペナルティだな。めんどくせえ、ガンを忍耐しようかな。したいで、タスクマネージャーの起動ですね。うん、強制終了一回試してみて、うん、ダメなら、まあダメなら仕事落とすのかな。グラを落とせば復活できますよ。うん、頑張って。
魔法さんの順位まずそうですよ。うん、最下位なんだけど今。何してポイント稼げてない。やっぱり召喚戦場は難しいね。タマスポさん、これダメなやつ。え、ダメ、戻れそうにない。カエダさん、角度が合わない。吐かせていとく、気流会ガチ恋し部長さん、エースしゃぶっても参加者まずいですよ。本当に全く稼いでないんだもの。富山里さん、パソコン再起動でもダメでした。タマクポさん、いい加減軽くなるか、64になりませんかね。ねえ、本当にね、64ビットになってほしい。プロビもフリーダムも言えることなんですけど、うん、ちゃんと高いところから打ち下ろしてると使いやすい感じがしますので、バカと煙と一緒に楽しみましょう。タマクポさん、強制再起動してます。ゼロさん、大企業派ドケチ。あー、やっとっとっと。ちょっと下がってみた。ゼロさん、ファイナルファンタジーのぞく。FF はそうじゃないんだ。勝ったには勝ったけど、やばかった最後。ちょっとポイント稼いだかな、どうだろう。ゲロビが割と顔上げながら打つには向いてないイメージですね。おー、なるほど。思ったより早く終わっちゃったけど、でももう一回は出れないから、ちょっとそうだね、フリーダムちょっと叩き直そうかな。うん、あの帝国戦までの、あの雑談タイムに入りますよと。うん、なんか、防御率すごいな、今日。8くらい。おー、すごい。8おめでとう。しようじゃないので。あー、はしない。ちょっとフリーダム叩き直したい。アドバイスいただけると嬉しいです。あと、なんか、今すごく同説が多いので。一文字さん、よっしゃ、みんなグレイズリッター用意してください。そうだ ね、 感じですね。用意してください。では、とりあえず。黒猫さん、よしさかん帰りできた。お帰り。とりあえず、VTuber というか、配信者お決まりの宣伝で、今見てる方でチャンネル登録、まだの方、よかったらお願いいたします。ニコ生だったらフォローの方、よろしくお願いいたします。フリーダム叩き直し、スバウン、平平平平さん、今の召喚戦場派前の準将クラスが皆盛んで遊んでるから稼げないよね。あー、逆にそうか。時間に帰れないんだけど、審議。黒猫さん、魔法も打てたし。撃たれた。はい、ではちょっと私、フリーダム叩き直そうかな。行った途端、人が減り始めた。はい、では、フリーダムの方の装備ってどうしたらいいのかな？ FA 型当たるかな？タマキポさん、
チャンネル登録ボタンを押したら赤色になったけど、そのままでいいのかな。君はあの押さないで当たりますよ。うんうん、ライフルエッジ、あ、まあ普通でいいの。私のフリーダムは、私のフリーダムは全環境のまんまだから、でもロックオン低めだから H 型で、普通の SA の H でいいんだったらロックオンを上げようかな。威力、ロック上げ。うんうんうん。ちょっと残ったのは、犬神一文字さん、上からビームライフル派、サーベル、フルバースト。お、あ、え、サーベル入れてるんだ。自分は色上げてるけど。うんうんうん。リロードか、リロードじゃん。打てた方がいいんだよね、やっぱりね。さらに残る、あと2回残ってるね。集団率上げるなら。うん。集団。犬神一文字さん、サーベル派ご信用。なるほど。バラエナはこれで、このまんまでいいかな。射程と集団率。うんうんうん。タマクポさん、でもゲロビより玉が出るやつがいいと思う。ふむふむ。とりあえずね、どうしようかな。ここを H 型にして。ちなみにだよ。メンテ終わっても結局、レールガンは使えない。止まってる相手と拠点だけゲロビで相手、あとハサブアハで戦うのがヘボアイムの生きる道。私もそうなりそう。ちなみにやっぱりレールガンはダメ、集団はやっぱり死んだまんま。タマクポさん、レールガン使えるよ。あ、使える。そしたらちょっとレールガンも叩き直したいな。この子弱いから。犬神一文字さん、レールガン派ゴミ、私派入れてる。うんうんうん、いろいろ意見が出た。まっすぐ弾飛ぶから。あ、まっすぐ飛ぶようになった？それなら私は十分使えそうな気がする。集団も上げたほう。当たればラッキーくらいで売ってる。あー、うんうん。でもそれ。早森さん、支援タンクの格闘を基準にしたら、使えない武装の方が少ないよ。それはちょっと極端すぎないかな。犬神一文字さん、レールガン苦手。待って。待って。うん、はいはいはい。射程上げた方がよかった。レールガン派。レールガンは？使えない？リロじゃなくて。うん。射程の方がよかった？射程と集団性能。うむ、そしたらいいや、一回さっきあれ使ったけど叩き直しちゃおう。もういっそのことだからね、セレクションチケ全部使っちゃおう。威力、集団性能、射程、ロック。うんうんうん、これで一応その項目はマックスのはず。ちょっとこれで、まあちょっと今日じゃないと思うけど。ただいま。あ、お帰りなさい。後でこれで使ってみよう。今は帝国だから帝国装備に
切り替えようかな、とりあえず。また忘れたら大変だからね。なんか機体セットに入れておけという話だよね。私は242ネモを入れたい。ネモネモ。フリーダム波1回成功が出て79。わら。でゲロビンをできれば全部マックス。犬神一文字さん、はいはいはい、フリーダムセレクションチケットだけで強化したらアーマーと飛行速度ブースト容量マックスになった。強い。せっかくだからフリーダムの強化を頑張ろう。ね、バラエディーナは、これだから強化リセットかけて。ガンダム X ボーイミーツがあるかふむふむ。ガンダム X はそうだね。メカチケだけで行かないかな。もうあんまりないんだよな。あ、いきなりそういうことってダメだな。ビムシュなので当たりとしては。カツオたたきさん、フリーダムのアロエリーナ生かしたいんですけどね。私もビムシュなんだよね、これ。たまきぽさん、ちなみに僕は機体直し8等マックス、最高速度マックス、ブーストマックス、アーマーマックスで回してる。何分、リベガの木並み、高機動なもので。ああ、なるほどね。一応全部マックスだったな。私のフリーダム低いんだよね、これ。60だけど、まあ、甘い。最高速度ブースト容量がマックスだから。犬神一文字さん、ウィンズと X 実装はよ。惜しい。でも X のサテライトキャノンの扱いが困る。ちょっと機体を叩き直すのは怖い。今度はちょっとこのフリーダムでやってみようかな。どうしても積載を上げちゃうんですよね。あー、でもわかる。私もアマ、速度、ブースト、気筒波ガン上げ。どうか、私もね、積載上げちゃうんだよね。どうしても、DP 以前のさ、積載と、あれで、ダメージでダウンが決まってた時代を言ってたから。カツオたたきさん、サテライトキャノンが迫撃砲みたいに天井あったら撃てないとかだったら笑う。タマピカさん、月の光が来ない。積載上げる。ナラティブはあれはボーイミーツガールではないは。そらそうだ。ナラティブは違う。54分。あと5分か。あと5分ちょっとぐらい。犬神一文字さん、積載と気筒全く強化してない。多分ね、変な癖があるところはね、多分、その人がどの時代からこのゲームを始めたからにもよると思う。私なんかは本当にブーストチャージも上げたくなるし、積載も上げたくなるから。犬神一文字さん、サテライトキャノン派ゲロでしょ。陸岩派そんな風、わら。富山里さん、緊急帰投敵前逃亡派重罪では敵前逃亡は中殺だから。セレチケベータ88枚あるから次のメンテまでに使い切らなきゃ。使い切るのも大変そう。 GP 足りる。機体開発に使えないからね。それ GP 足りなさそう。積載で171以上上げないとブズでひるむ。そう。多分積載上げる人はそこの時代だと思う。私もその時代だから。ゼロさん、うへい、いかん落ち。ああ、うへい、いかん落ち。頑張れ。でも
も今のままだと私も下がりそうなんだよね。やばいんだよ。あんまりね、稼げてないから。犬神一文字さん、当たらなければいいんだよ。それはそうなんだけどね。うん。当たらなければどうとでもない、どうということはないの、確か。でも当たっちゃうんだな、これが。召喚戦場いつ入ったの？召喚戦場の立ち上がり遅い、しょぼん。私のポイント100ちょっとかな。あんまりあれ使わなかったし、支援機使わなかったし。ガンダム X 主人公熱苦しい高木刑事ボイス、ナラティブ主人公泣き虫で。03、新環境格差ひどくなったから、ひどい時は何しても稼げない。まあ、私は味方ガチャの方、ハズレの方の人間だからあんまり人のこと言えないけど、その辺もあるよね。H 型を強化し直したらそこそこいいのができたな。N 型と H 型で正直悩む。配信タイトル見て気になったんですが、うって余韻ですよね。ね。平平平平さん、キンズファントムセレチケで叩き直したらブーチャイガイマックスになったから満足。私も大ハズレですよ。やっぱりあのこのタイトルだと並んでるところ打たれちゃう。とりあえず10分超えたらグレースリッター、10分じゃなかったエントリーが終わったらグレースリッター持ってる人はなるべく持ってきて一文字さんに協力してあげて。ジャブロー A。 私はリッター持ってないんだよね。富山森さん、どこぞの召喚派、味方ガチャじゃなくて恋ガチャって言ってましたね。うん、まあそれぐらいの気分だよね。まあ私は召喚されるルルル。まあでもね、まあでも何よりも自分の実力でね、それなりに動けないと味方運動を言う。前に出るように調整って言ってたけど、格闘が待ってるからより前に出なくなったよね。それはあるな。一部の格闘機の人だけ前に出るっていう、そういう感じになってはいる。いや、どうなんだろうね。でもね、平平平平さん、バルバトスで引きに来いってメッセージでしょ。容赦ない。前に出る。でもまあ私もなるべく前に出たいとは思ってるんだけど、だからね、メモとかね、その辺の期待ちょっと頑張りたいけど。気にしないで、ディフェンスモードで気にしないで、前に気にしないで出るよ。気にしてない。ディフェンスモードで出てるのは気にしてない。大丈夫。私グレースリッター持ってないよな。グレースリッターレンタルで引いてるとかもないみたいだね。早急さん、気にしたら負けだと思ってる。終わりのないディフェンスモード。終わりのないディフェンスでもいいよ。ディフェンスードの初期型ガンキャノンで。03、新環境でデッキが中距離機体になったからライン上げられないと集中砲火なんよね。玉木ぽさん、あのペナルティと降格受けたんですが。ペナルティ受けちゃったか。エントリー。はい、エントリー始まりました。皆さんエントリーしましょう。文字さん、エントリー。はい、エントリーが終わったら私もキャブローの方に行きますかね。龍馬課長さん、ジンクスの軍苦労で待ってますね。とりあえずグレーズで行くけど、ちょっと私その前に1回だけ離席させてください。ジャブローに来るんだ、グレーズリッターで。ちょっとだけ離席させて。
平平平平さん、今の環境だとサトルキュベツヨツヨだからハロチケ早く欲しい。ともよう待たせたな、ハッター軍曹。犬神一文字さん、昨日の場所で待つ。あーそうそう、演習でも放置でペナルティありますよ。危ない。はい、戻りましたー。龍馬課長さん、待ってやるぜー。はい、ごめんなさい、戻りました。一の奥、ワイルド店の上あたりかな。多分、一文字さんが待ってると思うんですけど。バスターできましたけどね。とにかく攻撃を続けるしかないわ。指揮官から指示が届きました。ここからが腕の見せ所だ。対象物は全て破壊する。でもこの戦結構楽しいかなと思うんだよね、私は。立ってる立ってる。そのジンクス、龍馬さんか。敵の本拠点を攻撃中。この帝国戦は本当に勝つ。たたきさん、なんと無作法な。あ、黒猫さんも3機並んだ、3機並んだ。正面から取りたいな、私。リッター持ってる人いたら並んでほしいんだけどな。リッター私が持ってないからな。誰かこの帝国でリッター使う人他にいないのかね。これ見て並んでくれたらいいんだけど。犬神一文字さん、なんか違うのいる。とりあえず並んでみるみたいな。ノーマルのグレイズ持ってこよう。バスターじゃなくて。そうそうそう。ノーマルのグレイズならあるんだけどな。ノーマルのグレーズのマシンガンの音がなんかすごいしょぼい。いろいろ置かれてるし。
ノーマルのグレーズしかないよ。私はノーマルのグレーズしかない。3機並んだ SS は取った。私からはね、呼びかけるぐらいよ。やっぱり山さんが殴って調整してる。笑ちょっとだけ押せるかな、こっちになって。押せないごめん、後ろに下がっちゃったな。ブレイズはあるんだけどな。ブレイズリッター、リペアポットこれ面白い。これね、何やってんだと思われて人が寄ってきて、さらにグレースリッターが増えればラッキーなんだけど。私がな、持ってればな一番いいんだけど。心配ない、修理は任せろ。敵の本拠点を攻撃。おお、一機増えた、一機増えた。平平平平さん、戦闘3機だけグレイズリッターでのチハ全部リペポでごまかせる。いろいろ物置かれてるんだけど。グレイズならこの通りあるんだけどな。裏固まっちゃうからな、グレイズだと。すごい人集まってきてるし人が集まってきた。このグレースの群れに、そう、私も並びたいけど、私並んじゃうと SS 取れないんだよな。グレイズ集まってきた。すごいすごい。龍馬課長さん増えた、我々。すごいこれだよ、これ。平平平平さんどんどん増えててくさ。すごいよ、本当すごい。さんすごいな。これ面白い。今 SS 取りまくってます。これ明日もあれだな。
のスクリーンショットこれになりそう。あ、スキーさんこんまほです。私も帝国行ってくるんだけど今目の前がすごいことになってます。あれちもちさん打たないで、うん、あの一番あの並んでる時に写真撮れた。26日のメンテでハロチケ交換にジェノアスカスタムと流星号グレイズが入るのか。ああ流星号入るんだ。おちょっと流星号いいな。見た目的に流星号が好き。はい、皆さんこんな風に笑ってる間に帝国戦のお時間となってきました。ね、今日はこの帝国戦でダウンの配信の方は終わろうと思ってます。その後11時から FF 14を少しやろうと思ってます。そちらの方もよろしければお願いいたします。そしてダウン配信の方ほぼ毎日やってますので、よろしかったらチャンネル登録、高評価、フォローの方よろしくお願いいたします。それでは帝国戦のお時間です。帝国マッチ26日で終了なのか。あ、そうなんだ。あ、そうだよね、トーナメントになるんだよ次は。はい、私チーム7ですね。そうそうそう、次は帝国戦じゃなくてトーナメントが始まりますね。ゼロさん、うげー。犬神一文字さん、チーム6、M、すすむさん、畜生をまたイベ戦参加できなかった。ゼロさん、リベ17、たまきぽさん、魔法さん、味方やんけ、わら、たまさん、味方。よろしくお願いいたします。魔法さんとまた。ここで遊んでたからかな、みんなで。はい、同戦者の方、よろしくお願いします。ゼロさん、トーナメント参加できないな。そうなんだ。でもトーナメントってさ、時間かかるんだよね。それが嫌なんだよ。あとでちょっと時間調べないと。でも1回戦負けすると一発で終わるしな。トーナメントは本当に配信向けじゃない。黒猫さん、ちなみに俺は予約してない。そうなんだ。ただここで遊んでただけ。エントリーしてないんだ。はい、帝国戦スタートです。戦闘開始までしばらくお待ちください。右側レイジも帝国ハールみたい。うん、あるの今日遊びに来ただけ。ないと思ってたから FF やるって言っちゃったけど。絶対に気をつけてね。富山里さん、俺あと18分残ってる。M、進むさん、俺、小池に嫌われているんだな、これは。カツオたたきさん、エントリー。はい、帝国戦開始です。はい、皆さんが、頭さんの上にさんもいる。結構今回は、アンドラソウさんもいる。平平平平さん、謎チケ何枚持ってるのか覚えてすらないけど、なんとなく参戦してる。私もそう。スナイパー入れてきた。ふむふむ。でもとりあえずは、私は、FF を少しやらないと多分間に合わないので、FF やります。コラボの方に間に合わないとまずい。ガンオンから逃げるな。早急さん、そう言わないで。大外れ枠。ちょっとみんなと遊ぶのも大丈夫だ。必要なので。ゼロさん、あと2時間かからん。ああ、そうなんだ。ちょうどいいかな。ちょうどいいかなと。ほら、明日もほら、リコちゃんのところのがあるからさ、明日もできないし、明日でも、それが終わった後、時間があれば、
やりたいし、いやいやだからあのみんなタマスポさん、事務員の強さ見せてやる。みんなそう言わないで、お願い。この後は多分 FF を少しやりたい。うん、やりたい。火曜水曜は FF やりたいさ。そうなると木曜日に間に合わなくなっちゃうから。平平平平さん、デイリーガシャからエクシアとかズナメスも理論上出るようになるのか。おー、ユラメスが量産される。さん、サブクエストの全部無視すればいける。うん、あんまりサブクエやるつもりはないんだけど、とりあえず保険をかけて今のうちにやっておきたいという感じですね。静かな立ち上がり。いいいいいい。あれ、いつの間にか目の前線の味方がいんにゃい。大丈夫、今回は2機あるんだ。状況でデモは打ちまくれるからいいね。いい拠点が殴られてる。ジェさん、眠い。レジ出ずに寝ようかな。最近ジェルさん大丈夫？すごく眠そうだけど、いつも。無理はしちゃダメだよ。もうなんかの Twitter とか見ててもいつも眠そうだからちょっと心配してます。うーたたー、今回だいぶ押されてるな。セラフさん下がれる、頑張って。にかかられてると思ったけど、アムロさんか。ソウさんのグレイズがいたの。タマピポさん、すやー。安らかに眠らないで。このルールだったら KD は大丈夫のはずなの。CD は大丈夫のはずだ。320機いっぱいとかじゃなければ。行動にかかる。
回収した。さあ、いいとこなかったバスターでやれるか。連結砲が使えなくもないと思うんだけど、中撃だから足は遅いけどね。飛んでたから回復。とやもりさん、すやとやもりさんな、頭部に怪我があるから起きてても言えないんだよなゆっくり寝て怪我直してって言いたいけど玉くぽさん、みんなで寝ようそうしよう。魔法大連隊ザコネ。玉久保さん、わずかく楽しい、わら。ジェさん、ボイチェンで声高くしてるから地声で裏声出すと変な声になっちゃうね。そうだね。打っててはいるんだけどね。なかなか難しいんだよ。地声で喋れるように調整してるから、序盤はあれだね、押されてたけど、ちょっと持ち直したけど攻めきれない感じかな。
ルが最初のデモの6キルしかない。カメラガンが、カメラガンがついてる。指揮官から指示が届きました。やった、いいものが手に入った。積極諸君、四五時に遅れを取るなよ。ちょっと当たっちゃった。ぶつけてカメラガンがついてるの、相手からバレバレなの。平平平平さん、今魔法が敵だと気づいた。ね、今落とした中にいたってこと？それとも私を落とした？そこあれだな、敵味方にリスナーが多いな、この部屋。平平平平さん、突っ込んだドムね。あ、あのドムか。落としたやつだ。よろです。ごちそうさまです。ああ、わずかく狙ってたら逆にスタン角度をやられてしまった。A がやばい。積極的に仕掛けろ。敵を私に近づけるな。あ、大丈夫なのか。回復はしたいな。盾がボロボロ。
素で驚いた。あの声がでかくてごめんなさい。コンプレッサー入れてるから少しは大丈夫だと思うんだけど、叫んでも。しきれないのか。指揮官から指示が届きました。撮りたくても、この指示が出てくると撮りたくても味方が来ない。メモはすごい頑張ってるんだけど、パパが続かない。危ない、マジでどうしたらいいんでしょうか。博士提督、気流会ガチ恋支部長さん、バルバトス専用機取れそう。あーすごい、そんなに乗ってるんだ。バルバトスって結構乗ってる人いるもんね、まだ。え、どっち ?4、6? ジェさん、負けた。お疲れ様です。博士提督、気流会ガチ恋支部長さん、今5000。すごい、 5000PP はすごい。博士提督、気流会ガチ恋支部長さん、4。え、でも4バトス結構見るけど、5000はすごいけど。博士提督、気流会ガチ恋支部長さん、6は連動20ですらない。初見で、釈光が欲しいかも。
もうシャッフルで書店さんいらっしゃい。でもガオン配信がこの全国戦で終わっちゃいます。この後 FF やります。よかったらそっちも見てください。黒猫さん、ダメか。やはり猫さんか。そうじゃないかとは思ったよ。さん、初見さんいらっしゃいませ。ごゆっくり見ていってください。ゼロさん、このタイミングは？このタイミングはまあの、そうかなと思ったけどさ。ゼロさん、やっぱりか。負けた。はい、私も負けてしまいました。初見さんいらっしゃいませ。僕らも初見です。初見しかいないのか。おつまこさまでした。開幕 B 矢印 Z 派ないな。とやもりさん、初見だ。かこめかこめ。でも私的には結構ポイント稼いだから頑張ったかな。キルも結構取ったし。カツオ叩きさん、すべてが S になる。S 取れればいいんだけどな。新環境になってから私 S 取ってないな。最近味方の中に敵がいる。マッチング多すぎ。イラタイラ平米さん、初見詐欺みんなで渡れば怖くない。本当多いんだよ。はい、ではね、私は一回シャワーを浴びてきたりしてから。平平さん、魔法チャービで叩き落とせたから満足。落とされたね、あれそうだったんだね。平平さんのキャラ名あたり確認しとかないとな。敵にマッチングした時に分かんない。ハクスキーさん、あ、気のせいかな。魔法さん、服装変わってる？あ、気づいた、えらい。はい、何気に服装の方、今日変わっております。あんまり変わってないからこれなんだけど。そう、えらい。あれ、ゼロさん、開始数分でモチベ下げて後半に無理やりデコで罵倒してくるのはきっついな。どさくさに紛れて俺も倒されてたりして。あれ、平平平米さん、ひえ。はい、黒猫さん、え、服装違うの？うん、微妙に違うのってさっき猫さんは着てる時に言ったような気がする。あんまり変わんないんだけどね。服装が微妙に違う。うん、それでは一旦配信の方を閉じます。おつまほっちです。寝る方はおやすみなさい。もし見てくれるなら FF の方も見てください。夏服っぽい。そうそうそう、夏服にした。うん、ちなみに私、今日で活動3ヶ月となります。これからもよろしくお願いします。最初からいなかったから。つかんでもらっていいんだよ。ソンさん、おつさんです。はい、おつまほです。はい、スマホ、ハクスキーさん、おつまほ、マルシ、カツオたたきさん、ラブコメで見たやつが何か変わってる。何か変わってるっていう。おつまほ、カツオたたきさん、おつまほ、パチパチパチ。女の子はね、微妙な変化に気づいてくれると嬉しいんだよ。はい、では、おつまほです。おやすみなさい。寝る人はおやすみなさい。まだ私の配信もう一回やります。失礼します。